ちは、 FC 東京ビバパラダイスリポーターの立花恵梨香です。わあ、いよいよルヴァンカップですね。もう本当に楽しみにしてきました。1月4日、もうタイトルを取る準備私はできてますよ。さあ、そのルヴァンカップ相手は柏レイソルさんということで、実は私初めて FC 東京の応援番組のリポーターとして見た試合がですね、柏レイソルとの、ゼロックスの試合だったんですよ。なんか今回も運命的なものを感じております。ということで1月4日絶対優勝したいです。もう全力で応援します。俺たちの国立で勝つ。